あ、やべ、くしゃみでそう。優しいあやつじさんに出てきて逆にアレルギー反応が出てきたみたいになっちゃった。お疲れ様です。ムービンです。今回も甘神のゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、なんかあやつじさんと仲が悪いわけじゃないんだけど、やっぱり一回本性をバラされてるというか、本性がバレちゃってるから、すごいやつ強いんだけど、なんやかんやね、仲良しな感じなんだよね。というわけで今回もやっていきます。なんか、距離感が謎い感じがする。なんか、ふわふわしてんだよね。というわけでこれやっていきたいんですけど、体育のバレーボールで活躍してるあやつじさんを見つめてみよう。もう、好きなのか。いつの間にか好きになってんのかな、主人公が。どうなんだ、なんかあんまよくわかんない。なんでこんな優しいんだろうね。もともといいやつなのかな、こいつが。今日の体育は楽だったな。試合ですぐ負けたから、ずっと女子のバレーボールを見ていただけだし。いつもこうだといいんだけどな。あんまりね、運動好きってわけじゃないからね、こいつも。とこうしてる場合じゃない。そろそろ着替えに戻らないと。早く帰ろう。ん？お？あそこにいるのはあやつじさんか。どうやら女子の方もちょうど着替えに戻るところらしいな。お、あやつじさん、試合大活躍だったね。そんなことないわ。みんなが頑張ったから勝てたのよ。ありえん、猫かぶってるね。またまた。本当だってば。ああ、やっぱりあやつじさんのいるチームが勝ったのか。あれだけのアタックが打てるんだし、それも当然だよな。当然だよな。お、あやつじさんじゃん。ちょっとごめんなさい。お、なに？くんのこっち。あ。なになになに？ねえ。ちょっといい？なんすか？いいよ。何もしてないじゃん。いや、何？怖いよ。君の笑顔は全部怖い。僕からしたら。何？はい、あやつじさん。今日何もしてないよ、私。僕、何か用かな、僕に。何、あやつじさん。面倒だから、単刀直入に言うわ。それさっき、ずっと私の方見てたでしょ。いや、見てない。見てないっすよ。お前、チラチラ見てただろ。つって。おう、見たけりゃ見せてやるよ、みたいな。なんだ。いや、見てないけどじゃないんだ。あ、うん、つって。お前、チラチラ見てただろ、つって。いや、見てないっすけど。見たけりゃ見せてやるよ。それ以外にも、最近気がつくと、こっちを見てることが多いのよね。恋かな？それを恋って言うんだぜ。ああ、別に、深い意味はないよ。あ、深い意味ないんだ。ただ感心して見てたんだ。感心？おう。そう、僕だったらすぐにボロを出しちゃうのになーって。なるほどね。そういうこと。ああ、すげえ猫かぶってんな、こいつっていう言い方なんだけど、こいつ。いいのか？あ、もしかして気に触った？別に。え？ごめんなさいね、猫かぶってて。いや、別に悪いって言ってないじゃん、だから。なんのことだよ。こっち側を知らなければよかったとか、そういうことでしょ。いや、そう思ってないんじゃない、こいつ。だ、誰もそんなこと。違うの？違うよ。それは誤解だよ。俺はね、知らない方が良かったって思うよ。俺は思うけど、佐々木はそうじゃない。むしろ僕は今のあやつじさんの方が。え？プレイヤーからしてもそれはえっていうコメントが出るんだけど。だから手帳を拾ったのが僕で良かったって思ってるんだ。え？感心してるのは本当にいい意味でだよ。そう。まあ確かに、こういう性格って変に出しちゃうと、まあ、対人関係トラブルなんてもうザラに起きちゃうから、まあそれよりはいいのかもね。なんか別に、まあ毎回言ってるけど、相手に対して何か不利益を出してるわけじゃないしさ。僕は嘘つくように見える？まあ、こいつは本当にそう思ってんじゃない？心の底から。バカなんで。そこ悩むところなんだ。え？なんかやっぱあやつじさんはあんま人間を信用できないんかな。あなたと話してるとどうも調子が狂うのよね。こいつとうまく調子を合わせられるのはリホコぐらいですよ。すみませんでした。変な深読みして勝手に怒ったりして。気持ちがこもってねえな。もう一回言ってみろや。はあ、お佐々木は許すのね。まあ佐々木が許すならいいだろう。許してやるよ。ああ。それじゃあ私着替えがあるから。そうね。あ、やつじさん。あ、やつじさんって声かけたわけじゃなくて、あ、やつじさんって感じだったのね。でもどうして僕が見ていることにあやつじさんは気づいたんだろう。
まさか、あやついさんも僕のこと、あ、マジ、こいつ、あやついさん好きになってんの結構もう。マジ？それはさすがに考えすぎか。おっと、そんなことより、僕も早く着替えに戻らないとだな。異質な関係。ちょっと、感情移入が全然できねえ。で、会話あるんだけど、まだもうちょい期限あるんで、これは、放課後のイベントを見たいと思います。というわけで、スキップ。一旦スキップだからね、わざわざカットしません。というわけで、教室に明かりがあって、きっと、あやついさんだ。行ってみよう。懲りない。すごいメンタルだな、こいつ。命知らずですね。あれ、教室に明かりが。こんな時間だっていうのに、まだ誰かが残って。そうか、あやついさんが。よし、行ってみよう。頭空っぽかな。あ、やっぱり。え？待って、今のさ、今の、えって声、本当に猫かぶる、待って、佐々木くんって気づくさ、前だったらさ、ちょっと猫かぶってほしいんだけど、ちょっと猫かぶってファーストコンタクトしてほしいんだけど、今日も委員の仕事？そう、もうすぐクリスマスだからね、忙しくなってきたのよ。でしょうね。そっか、じゃあ僕も手伝うよ。それは構わないけど。あなたの得になる要素なんてないわよ。相変わらずこっちの得を考えますね。あ、別に僕はあやついさんと一緒にいられればそれで満足だから。告白かな。さて、それじゃ今日はこのプリントをまとめるところからかな。全然考えてない、もう頭空っぽ。頭空っぽ侍。そっかみたいな。よし、じゃあ早速ハシベストするか。テンション上がるな。ふむ、なるほど、大変だね、いつもあやついさんは。クリスマスの委員の中でも少し意見が割れてきてるみたいだな。いや、これは困ってますね。あかんですね。本格的にやるか、簡単に済ませるか。いやー、わかりますわ。こういうイベントごとをね。やりたいけど、なんか手込んでんのはちょっとだるいよねっていう派と、やるからには全力っていう派で分かれますね。何事もあるあるですね。あ、スケジュールも少し遅れてるみたいだし、大丈夫なのかな。どうしようどうしよう。どうしよう。あやついさんはどう考えてるんでしょう。ん？あやついさん手止まってるよ。あやついさん？え？あやついさん。手が止まってるよ。ほら、動いて。働いてだった。うるさいわね。やればいいんでしょ？やれば。怒んないでよ。怒んないでよ。なんかぼーっとしてるから声かけただけじゃん。あはは、あははって。なんかイライラしてる。なに？なに？あやついさんがぼーっとするなんて珍しいね。もしかして。調子悪いの？何？どうした？生理？平気。大丈夫？女の子の日？そんな向きになんなくても。向きになんてなってない。なってるじゃん。なってるじゃん。ねえ、一つ聞いていい？はい、何でしょう。何でも答えますよ。ん？あなたが無償で人のために動くのはどうしてなの？やっぱそれがあれですか。自分の価値観とあまりにも違いすぎて調子が狂いますか。え？私だけにって人はたくさんいる。でもそういう人たちとは少し違う気がする。ああ、そういうことね。要は、実はあやついさんと一発えへへって考えてる男たちは世の中にいっぱいいるから、だからあやついさんにだけ優しくするって人はやっぱいるわけですね。でも、佐々木はなんかそういう感じじゃなくて、なんか梅原とか、他の人にも優しくするっていうか、あんま不条理というかね、そういうことはしないってことね。僕は別に、まあそうね、この前の前回のパートでも片付けしてたしね。そう、前回のパート、今回のパート、短くなんだ。もう記憶がもう飛んじゃってるけど、まあそう、無自覚ですね。多分そうだと思うよ。うん、ありがとう。もういいわ、作業に戻りましょう。本当に価値観違いすぎて困惑してますね。なんでこいつわざわざ手伝うんだみたいな。どうして人のために無償で動くのかか。あやついさんがするくらいだから、この質問は何か意味があると思うんだけどな。なんでだろうね。なんで俺は無償に働くんやみたいな。なんで俺はつって。無償に働かない方が良い。いや、そんなことはみたいな。ボランティア精神。まあ、ボランティアとはちょっと違うけどね。なんか誰かが片付けなくて、そんなところを、まあ、自分が代わりに、まあ自分でもいっか、みたいな。やるやつね。日々の積み重ねが大事なんだっ
ってお父さんが言ってたよ。そうっすね、頑張ります。頑張ってね、ニーニー。で、あやつじさんって子がさ、めっちゃなんか最近怖いんですけど、ちょっとミヤ癒してくんないかな。ちょっとミヤに優しくされすぎてウレションしたいわ。気持ち悪、この兄貴気持ち悪。じゃあやめますか、寝ますか。はい、寝ます。はい、はい。そういうわけで朝になりましたんで、まあ会話イベントもできるんですけど、これ、待って、上野もできるぞ。なんだこれ、なんか遠いぞ、なんか遠いのもあるね。今一瞬これやっていきましょうみたいなことを言おうとしたら、上にもあるよ。上まだ期間長いから、下からやろっかな。下からやります。はい、クラスメイトがパーティーの話をしているぞ、耳を傾けてみるか。これからやっていきましょう。上の文章も後で読めばよかったな。後でつか読めばよかった。なんだか、今の授業は気が抜けてた気がするな。せめて次の授業くらいはしっかり受けるとするか。あ、自分が気抜けてたってことね。よし、まずは手始めに、授業の準備を。ああ、もうすぐクリスマスか。パーティーの準備とかかったるよな。ん？ああ、クリスマスパーティーの話か。そういえばそんな時期だよな。あの準備がさ、あの準備さえなければ楽しいイベントなんだけど。まあでも、準備しなきゃイベントは開催できないですからね。だったらほっておけばいいじゃん。そうだけどさ。どうせあやつじさんがやってくれるだろう。ああ、それもそうだな。よくない。え？それはいくらなんでも。よし。ちょっと待ってよ。佐々木、何か用か？今の話が聞こえちゃったんだけど。あ、パーティーのことか。あのさ、せっかくのパーティーの話、僕はみんなで頑張った方がいいと思うよ。そうは言ってもさ、やっぱり面倒だよな。でも、あやつじさん一人に任せるなんてなんだかずるいんじゃないかな。それにさ、来年はもっと忙しくなるからパーティーどころじゃなくなるだろ。まあそれはそうだろうけど、だったらさ、今年が最後と思って僕らも協力して盛り上げていこうや。最後ね。なんかそう言われると、ちょっとは俺も手伝った方がいいような気がしてきた。本気かよ。だって最後かもしれないんだぞ。だってね、今はね、なんか次やればいいかみたいになるけど、だって来年何もできなかったらね、ラストだし、なんか自分がなんか企画しようっつったってもできなくなりますからね。黙りましたね。仕方ないな。じゃあ俺も協力するよ。ありがとう。一緒に盛り上げていこうぜ。的な。ねえ。あ、やついさん。さっきは何の話をしてたの？パーティーって聞こえたんだけど。あ、なんかパーティー頑張ろうみたいな。なんでもないよ。うん。なんか言いにくい話だし、ここは黙っておいた方がいいよな。ごまかしても無駄よ。何が実はちゃんと聞こえてたりして。ありがとう。お評価上がりそう。評価上がりそうじゃん。あ、て、照れ隠しだったんだろうけど、聞いていたなら聞いていたって。全く素直じゃないんだから。でもあやつじさんらしいや。終わりましたね。新しいのが出た。お、いっぱい出るね。星に近づくな、このイベント。星に近づきますね。上のやつは昼まで持つんか。昼まで持つなら、あ、これ昼しかできないわ。じゃあ上やるべきか。上やるか。こっちだな。これは、昼しかできなくて、今日と明日。だから絶対やんなきゃいけないけど、こっちが先だね。お、あやつじさんがいるぞ。ちょっと、話しかけてみるか。こっちがやっていきましょう。あやつじさん。どうしたの？なんか、優しいあたりなんですけど。あ、やべ、くしゃみ出そう。優しいあやつじさん出てきて、逆にアレルギー反応が出てきたみたいになっちゃった。くしゃみ出そう。はい、くしゃみカットしました。はい、なんか、せっかくあやつじさんが優しいにこやかな笑顔で来たのに、逆になんかアレルギー反応発生したみたいになっちゃったよ。はい。あ、今ちょっといいかな。よかったら少し話してもと思って。今か。なんか大変っすか？ん？なんかその言い方どういうこと？あやつじさんのことをもっと知りたくてダメかな？ええ、ごめんなさい。今はちょっと。なんか猫かぶりモードだね。そっか、残念だな。それじゃあね。じゃあねー。知りたいのは構わないけど、あまり人前で話しかけないで。辛すぎか。あ、そっか、人前だと猫をかぶったまま話すことになるのか。逆に猫をかぶらない状態で話したいの、こいつとは、この主人公とは。これから少し周りに気をつけて話しかけた方が良さそうだな。
終わったね。新しいのが2つ出たね。周りに気にかけて話をすることになるのかな、ここで。来週だね。来週しかないんだったら、引き続き下のイベントかな、これだね。あやついさんが何やら考え込んでいるぞ。パーティーのことなら、手伝ってあげよう。かなかね。よし、やっていきましょう。結構サクサク進むね、今回。ふぅ。ああ、満足満足。お腹いっぱいだ。昼休みなんでね。ご飯食べたんでしょう。どこかで次の授業までのんびりと。ん？あそこにいるのはあやつりさんじゃん。何やら考え込んでいるみたいだけど、パーティーのことでも。考えてんのかな？あ。ちょっと追いかけてみるか。よしよし。あれおかしいな。確かこっちの方に来たはずなのに。あれ？あ、いたいた。あやつりさん、何してんの？決めた。うわ、いきなり何？あなたを私のものにします。告白じゃん。はい、うん、照れてる。かわいい。何ですか、うん、どういうことですか。何、中田さんと似たような感じでもう付き合う。下僕として付き合う。どうして黙るの？なんで黙るしかないじゃん、こっち。だって。あのね、意図を聞き出すとか、冗談なのか確認するとかできないの？それはできそうでした。すいません。ああ、じゃあ、意図から。少しは自分の考察を入れて、あなたの頭は空洞なの？空洞かもしれない。あれね、上司とかにね、話をかけるときに、まず自分からのプランを用意した上で話しかけなさいということでしょうね。ひどい。ひどいよ。いいじゃん、頭からプラって。ため息つきたいのは僕だよ。あやついさん追いかけてきたら突然おかしなこと言われて。では不本意ですが、一から説明します。はい、お願いします。はーい。あなたは素直すぎて、放っておくと危なっかしいです。子供みたいに言われてますけどね。どちらかというとあなたの方が子供ですけどね。だから私が管理します。終わり。めっちゃ面白い、こいつ。なんで？どういうこと？短っ。大まかなところははしょったわ。はしょらないで。僕の、先々に関わるところを省かないでよ。でもそれが私の思うところのすべて。え、付き合ってくれんの？え？気になるのよ。私と考え方が違いすぎて。まあ、そうっすね。教材の片付けにしても、私の手伝いにしてもそう。普通は自分からなんて絶対しないわよね。別にするかもしんないよ。うん、うん。やらないどころか、そもそも気づかない人が大多数でしょ。おー、そうかな。でもあなたはそれに気がついて自分で背負い込んでしまう。まあ確かにカオルルートとかでもそうでしたね。なんだか危なっかしいのよ、そのあり方が。あ、なんかふわふわしてて怖いんか。見ててハラハラするから腹立つんかな。でもね、そのことに気づけるのも私しかいないのよ。すげえ自信だな、この女。あやついさん。だから今までより近い場所であなたを見てあげなくちゃって思ったの。好きになってんの、もしかして。ムビトのこと。なるほどね。なるほどか。あんま納得は難しいけど。うん、最初の表現が過激すぎて嬉しいことを言われてるはずなのに全くドキドキしないぞ。ははははは。なんか俺の、私のものにしますとか所有物扱いされて。なんかね、気にしてくれてるのは嬉しいんだけど、なんかあんまりこう、恋愛っぽい感じはしねえな、みたいな。こういう時僕はどうすればええんじゃい？どうとは。いや、どうって聞かれても。あなたに対する束縛はないわ。私が少し見方を変えて付き合うだけ。束縛がない。絶対ありそう。そうなんだ。問題ないかな。え、なんか、塩らしいじゃん。問題ないかと言われれば問題ないと思うけど。そう、束縛ないみたいだし。じゃあそういうわけでよろしく。よろしく。はい。いや、あつじさん、何だったんだ一体。てっきりクリスマスイーンのことで考え込んでるんだと思ったのに、ムビトのことでは思い込んでいましたね。おー、ゲージが増えましたね。ゲージが上がりました。そしていっぱいいっぱいイベントが増えた。会話イベントも追加された。さてん、これは悲しいイベント。おー、カットせねばならんな。はい、七崎と破局しました。悲しいね。まあ、しょうがないっすね、あれは。
ちょっとは女の子と仲良くなった？仲良くなったどころか所有物にされました。ごめんミヤ、今日からあやつじさんのものになったわ俺みたいなえ何それみたいな、え何何どうしたのみたいな、何お宝本の見すぎて頭狂ったのみたいなこと言われそうちゃんとわけで、はい寝ます。はい、の朝イベント入ったあやつじさんかな。あ、おはよう。おはよう。おはよう、表のあやつじさん。気持ちのいい朝ね。もうなんか笑っちゃうな、こっち見ると。ちょっと寒いけどね。それじゃあ一緒に教室行こうか。え、そうね。なんか良さそうっすね。違和感。違和感がある。あやつじさんは表裏のある優しい人だからな。よしよしよし、とりあえずやっていきたいけど、おっと、これはまあできないけど、これもできない。あ、できないんか全部。待って待って、ちゃんと見ていこう。これが今日明日明後日の放課後、放課後のみね。でこれがこっちが今日、これが明日の明日ね。どっちか、どっちかしか選べない。なるほどね、了解しました。あ、でもこれ新しいの出ないんだ。待って、ヘルプってどれ出すんだっけ。あ、でも青いやつないね。ということは、これは、どっちかしか見れないよっていうイベントで、対になってますね。で、進めたいならこのイベントをやらなきゃいけない。あと1個やりたいんで、そうね、飛ばすか。で、これは明日まで持つのかな？明日まで持つんだったら、こっちは？これも明日まで？あ、全部明日まで。全部明日までか。難しいっすね。ゲージが増えてくれりゃいいけど、1個は今やるか。1個は今やりましょう。じゃあ、この会話イベントやって今回終わりにしましょう。はい。あやじさん、今いいかな？今暇？あら、もちろんいいわよ。やったで。屋上で私を驚かせようとした罰の続きを受けたいのよね。やっべ。何がいいかな。肉体、精神、経済とあるけど。経済って何？経済って何？経済的罰って何？社会的罰ならわかるよ。なんかやべえ情報リークされるとかさ。精神と肉体わかるよ。なんか殴られるっしょ。で、精神もなんか下げ詰まれるとかあるんじゃない？人によってはご褒美だけど。経済がわからん。違うって、僕は綾瀬さんと話がしたくて。あ、そうなんだ。おー、なんか可愛いね。残念そうだね。そんなことはないけど。あれ？なくはないかな。なくはない。やめて、ま、いいわ。今日のところは楽しい話で勘弁してあげる。やったで。ふぅ、助かった。あぶねー。あと3つですね。3つなんだけど、まあそんな3つ入れられるか分かんないけど、まあ2つ以上目標として頑張りましょう。というわけでミッドですね。ミッド勉強投げたいけど、勉強全然ヒットしない今回。全然だけじゃないか。中間投げるか。食べ物、よし。まあでも食べ物の話題で前回下がったから気をつけないとね。あやつじさんの一番得意な料理って何？これと言ってないかな。もうないんだ。ある程度までなら大抵作れるから。あ、作れるんだ。作れるからこそ突出した何かはないってことね。別にすごくはないわよ。作れるってすごいよ。偉いよ。お、上がったね。俺は偉いと思います。はい、というわけで次のターンで、勉強投げるか。勉強、よし、オッケー。今日調子いいな。これ以上逆に変に入れると下がっちゃうかもしれないね。下がっちゃうっていうの無駄になっちゃうかもしれない。長い休みの時に出される宿題って、初めにやるか最後にやるか迷うよね。定期的にやるっていうのはないの？私は出された日に始めることにしてるわ。まあついついね、先延ばしにしちゃうからね。それはすごいね。他にやっておきたい勉強が山ほどあるの。宿題に手間なんてかけてられないわ。かっこいい。惚れそう。もう僕には絶対言えない言葉だな。他にやりたいものがあるから、もう絶対譲れんと。宿題にかける時間はいらんと。じゃあ次はそうだな、食べ物あたり、また中間あたりを埋めておきますか。ダメですね。まああと一回埋めればいいからな。あやつじさんはこんな話を知ってる？って話なんだけど。そう。はい、クソつまらん3点リーダー。すいません。ここ埋めたいね。ここ埋めたい、できれば。また食べ物あげるか。中間。
お、いいっすね。そこが埋まると嬉しい。わかりやすい。あなたの一番好きな料理って何？うのに作ってくれんの？え、そうだな。こいつラーメンなんでね。一番好きか。はい、時間切れ。作ってあげようかなーなんて思ったけど、気まぐれタイム終了です。あー、作ってよ、やつさ。そんな作ってよ。持って遊ばれてるんよね。持って遊ばれてるんよね。めちゃめちゃ面白い。みたいな。おんおーみたいな。おんおーとか。もうね、持って遊ばれてますね。勉強とか入るかな。勉強。あ、ダメか。下がっちゃうね、これ。できれば停滞したかったけど。まあ、埋めてもね、ここ埋めても、まあ、枠増えるだけなんでね。なんか、あやついさんもあれね。なんかどんどん、佐々木をからかうのが楽しくなってきたんかね。ド S っすね、この人。M 気がある男性大人気でしょうね、このストーリー。まあ、そうじゃなくてもいいのかもしんない。で、今の時間やれるのまたこの会話しかないんですけど、これやりたいんだよね。これかこれやりたいんだ、私は。ねえ、こっちが星に近づくんで、こっち優先的にやりたい。ねえ、っていう感じのプランで次回続けていこうと思います。今回は時間が結構来ちゃってるんで、ここら辺で区切ろうと思います。ではご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。